バルトシュ・サラモンは、ポーランド・ポズナン出身のサッカー選手。スポール所属。ポジションは、DEF、MF。2005年からレフ・ポズナンのユースチームに所属し、2007年に、イタリアのブレシア・カルチョに移籍した。2008年5月3日、モデナ FC 戦で、プロデビューを果たした。2009年8月9日、コッパイタリアのラベンナ・カルチョ戦でプロ初ゴールを記録した。 2010年7月、US フォッチャにレンタル移籍した。2013年1月 AC ミランへ移籍した。2013年7月11日、アンドレア・ポーリの共同保有権とのトレードで、共同保有で UC サンプドリアに移籍。2014年6月9日には保有権の完全買い取りが発表された。同年9月1日。 セリエ B のデルフィーノ・ペスカーラ1936に期限付き移籍することが決定した。2015年8月31日、カリアリ・カルチョに移籍し、再びセリエ B でプレーすることとなった。2017から18シーズンはセリエ A に昇格した SPAL へのローンでプレー。リーグ戦22試合に出場しクラブのセリエ A 残留に貢献すると、 シーズン終了後に買取オプションが行使された。2018年8月9日、セリエ A に復帰した、フロジノーネカルチョへ買取義務付きのシーズンローンとなった。ポーランド代表として U-21 代表でプレーしている。ありがとうございます。